プレスウェイ、はい、沖縄初めての高速道路、シーハーラって書いてあります。はい、これで名護方面へ行ってきます。しました。あ、やっぱり屋根の上にねシーサー乗ってます、ね、これから中へ入っていきたいと思います。レッツゴー。閉まってる、閉まってたりして、残念、閉まってますね。おお、これすごい上り坂です。これ動画で伝わるかな、このバキューみたいじゃん。なんかね、イルミネーションやってんだって。あ、これがイルミネーションになるんだ、夜になると。あ、5時から5時からライトがつく。だからずっといればいいんじゃない。なるほどね。まあこの様子、この辺イルミネーションするらしいですけど、またライト点灯したらね、撮りたいと思います。まあ、広いな、広い広い。やっぱり南国だからこういう木が多いな、ヤシの木みたいな。
バナナじゃないこれ。え、これバナナじゃないのかな。バナナじゃないのこれ。この木なんの木、気になる木、見たことがある木ですから、なんとなく嫁先生、そんな木でしょう。はい、これ嫁先生の木ですね。ほら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 、なんかね、不思議なもの見つけました。ほら、なんかね、不思議なものがあるんですよ。真っ赤っかかっかすっけでっておいでみたいな。わー綺麗。わー、なんとも言えないこれ触り心地すごい。ブラシみたいです。柔らかい。わー、こっちにはいっぱいあるじゃん。すごい。こうやって咲くんだね。すごい。うわー、気持ちいいこれ。綺麗に花が咲いてる。唐辛子みたいな。唐辛子みたいな。これろうそくの木です。初めて見た。なんか教会みたいのがある。梅先生なんか探しました。ハトだ。ハト。綺麗じゃん。これが見晴らしの丘みたいですね。多分これ夕方っていうか暗くなってきたらイルミネーションがすごいんだと思うな。なんかなってるんですよ。これ何？唐辛子みたいな。これ本物？本物っぽいけど本物だ。本物。あ、こっちにも、こっちにもある。ほら、全体像がよく見えるな。なんだろうこれ。
たおかしなものが、これは花なのか、あ、これもなんか気持ちいい、すごいふわふわ、飛行機の音がうるせえ。わあ、綺麗。これは嫌い。ラブラッキーラックですって、すごい、ここで買って買って、あー、なるほどね、ここへつけるわけか、なるほどね、すごいな、すごい数ですよこれ、すごい数。うん、ああそうだ、ナミミングエ釣りしてる、ティラピアが釣れるのかな、おお、かっこいい。かっこいい。ちょっと斜めがいいかもしれないですけど、真正面だとなんかそうがわからなくなるので。あれ、オス？お、すごい。おー、すごい、へー、かわいい、釣り堀があります、ここで釣るわけか、鳥がいる、牛がいる、牛、牛。
コンでした。シバか。ワンワン。ワンワン。うん。うん。まちこちゃん。まちこちゃん。まちこちゃんいい子ね。かわいいまちこちゃん。いるぞ。いたいた。カメさんがいたよ。カピバラちゃんもいたよ。すごい。ほら、あ、こんなにいるじゃん。カピバラちゃんはちょっと中に入っちゃってる。ほら、お休み中、お休み中ですね。ポケモンゲットだぜってやつだね。あ、これもライトアップするんだね。夜になったらね、待ってみたいと思います。はい、これが噂のガジュマルの木ですね。すごい。よいしょ。って感じで、午前の部、午前の部っていうかもう昼になっちゃったんで、これでとりあえずお昼お弁当をね、隣のお店で買ってきたので、まあ、車の中で食べていきたいと思います。